オフィスの重要書類や機密文書の処理、そのまま回収会社に引き渡すのは不安というニーズから生まれたのが、上野資料のエコポリス版です。お客様とのお約束の日時にご指定の場所までお伺いし、その場で裁断処理を行います。ご覧ください。トラックの車内には一度に多量の文書を処理することができる最新の大型シュレッダー機が搭載されています。ではその手順をご紹介しましょう。まずはじめに重量を計測します。オフィス古紙は段ボール箱に詰めるか一定の量に束ねてください。また定期回収ボックスをご契約いただくとさらにスムーズです。回収ボックスは事務所の空きスペースなどに簡単に設置でき、処理までの機密保持にも安全で安心。スタッフが定期的に回収にお伺いします。保管管理はもちろん、梱包などの手間が省け、裁断時間の短縮にもなりますね。次は裁断です。機密文書はベルトコンベア式の自動供給によって裁断部へと供給されます。そして破砕力のある大型シュレッダーで厚みのある紙の束も上手にさばきながらスピーディーに裁断処理。さらに裁断された文書は大きなスクリューで攪拌されて、そのままトラックの荷台へ。あとは誰にも見られることなく上の資料各工場まで運ばれます。これならお客様の目の前で確実に機密が抹消されるので安心ですね。そしてその後はどうなるのかというと、再びリサイクルされてこのような製品として誕生します。機密保全とリサイクル社会のニーズから誕生したエコポリス版、あなたのオフィスや工場でぜひご活用ください。